はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。48時間以内にすごいことが起こるっていう動画を前にあげましたが、その動画の確実に効果を上げる方法が、ついに分かってしまったわけです。それは何かというと、今から48時間悪口、不平不満を言わないっていうことなんですよね。前回の動画でも言いました。 不平不満、悪口、特に陰口を叩くとですね、それがアカシックレコードに刻印されまして、巡り潜って自分自身に降りかかってくるって話です。それはまさに、インターネットと同じような形で,ですね、2チャンネルとかいう匿名サイトに悪口や誹謗中傷を書き込むとですね、それは、おそらく永遠に消えることはありません。自分で編集したり削除できる掲示板はですね、まああるんですけれども、2チャンネルとか、そういった匿名のですね、巨大掲示板に関しては、おそらく多くが、 自分で編集とかできませんので、一回書いてしまったらですね、永遠と残り続けるということは知っておいた方がいいと思います。仮にですね、そのスレッドが何らかの形で削除されたとしてもですね、大抵ミラーサイトとかですね、他のまとめサイトに転用されてることが多いです。えー、特にですね、 影響力のある書き込みとか、インパクトのあるものに対しては、そうやって拡散する可能性がありますんで、一旦書いてしまったら、その悪口は永遠にそのインターネットのアーカイブ上に残り、最終的に巡り巡って自分自身を苦しめる結果になります。例えばですね、僕自身が、まあ、10年前に2チャンネルに何か変なこと書いたとしましょう。ね。えー、で、それが、もしですよ、 本人特定されて、これ特定されるっていうことはですね、物理的に可能ですんで、特定されてしまったらですね、今、え、Q さんで10年前こんなこと書いてたんですかとか、こんな悪口とか誹謗中傷書いてたんですかというふうになったらですね、それは今の自分の立場を危うくさせることになるでしょですんで僕はもう10年以上ないから思ったわけですけども、実名で言わないことは匿名でも言わないというですね、まあそれは、 もう最低限のネットリテラシーとして知っておいた方がいいわけです。それと同じようにですね、ネットから離れて、いわゆる日常生活においても悪口や不平不満を言ったらですね、ネットのサーバーアーカイブに残されるように、アカシックレコードにビシーッと刻印されまして、えー、そのことは主語とかですね、術語を判断しませんので、そのまんま自分に降りかかってくるっていうのが、これ明らかなわけですね。ですので、48時間本当に人の悪口や不平不満を言わなかったらどういうふうになるかって言ったらですね、 非常にクリアな48時間が過ごせるというわけなんです。で、一回でも言ってしまったらですね、その48時間効果どころかですね、そもそもの自分の運ですね、を著しく減じさせるということになるわけですね。本当ね、一回悪いこと言うでしょ それもしばらくずっと消えないんですよね。それどれぐらい消えないかって言ったらですね、まあ21日ぐらい消えないのかなと思います。で、僕自身、まあ昔はサラリーマン時代ですね、もう悪口の帝王でしたね。はっきり言って。もう客先の悪口、上司の悪口ですね、もうずっと言いまくってるわけですよ。まあするとどうなるかっったらね、やっぱ給料も上がらないし、なんか変なお客さんのね、相手しないといけないとかですね、まあそもそもね、いいことが全然起こらなかったわけですよ。だけどね、2004年にスピリチャルに目覚めまして、例えば斎藤一人さんのですね、ついてるって言ったら、 よくなるんだね、ついてること起こるんだっていうその一文を読んで、これだと思ってですね、本当に実践したわけですよ。実際僕の宇宙田中しというブログのですね、2004年5月の何日かの記事にですね、斎藤一さんのついてるって言ったら運が良くなるっていうこの文を読んで僕はこれからついてるしか言わないようにします。決めたって言ったらですね、本当についてることばっかり起こっちゃったわけですね。で、その1年間、まあね、あの、すごく楽に仕事させてもらうことになりました。ただですね、僕はそのサラリーマンとしてその仕事をですね、ずっと続けるよう ようなミッションではなかったわけですね。まあその年が明けてから結構ハードのですねタイトな仕事がいっぱい入っていましてですね。いやこれなんか俺の仕事じゃないんじゃないかなーっていう気があってでまあある日もう会社辞めてもいいよっていうですね声がこの辺から聞こえたわけですね。まあその後はですねまあこれで15年経って今に至るという話はですねまあこれまでしてきたトールですけどもその間ですね本当ね。 それまでと全然違う人生だったわけですよ。つまりですね、ついてるって言ったら運が良くなる。感謝しましょう。ありがとう。とかですね。そういうことをね。それ、プラスですね、そればっかり映ってダメなんですよね。やっぱりその不平不満とか悪口とか言わないようにするっていうのがとてもいいわけですよ。よくいるんですよ。あの、斉藤一人さんとかですね。まあそういった小林聖寛さんの本がすごく好きで、まあありがとう、ありがとう、ありがとう。とかですね。めっちゃ言ってるんだけども、影でボロカス言ってる人って結構いるわけですね。そういう人はね、漏れなく、間違いなく運が悪いです。これ昔ね、あの僕の ある信頼している方がいらっしゃったんですね。でその方がですねおっしゃったんですね。すごくね友達にね。 もううのいいいい人人がいたんだだっていうわけけですよだけどその人ねなんかめちゃくちゃゃくいいてななんんですよなんかね、やっぱり普段すごくいい人なんで、なんでかなと、自分自身がね、ありがとう感謝しますって言ったら運が良くなるってことをね、ずっと講演でも言っているのに、でそれをね、もう忠実に素直に実践しているのになんかこの人ついてないんだよなと思って、なんか慰める身にですね、お食事したらしいんですよね。そしたら、も、ま、う、あ、お酒を飲むじゃないですか。で、一杯飲んで、もう一杯いただいてもいいですかとか、ああ、もちろんもちろん、いくらでもどうぞって言ってね、まあ、2杯3杯飲んでるときに、突然ですね、目つき あってなんたらかんたらみたいなことをですねずっと言いまくったらしいんですよもうそれからですね延々とまぁ1時間2時間ですね人の悪いし世の中の中ですね不平不満をですねずっと続けていってああもうこれはねちょっと申し訳ないですよね、えー、その命をねかけてその人を救うという覚悟ない限りはですねあまり関わらないで 遠くから、その人が良くなることを祈るしかないな、っていうことで、まあ、距離を置きましたっていうふうに、まあ、言われてましたけどね。まあ、そういうこと結構あるわけですよ。で、同じようにですね、僕のリアルな知り合いでもいました。ね、斎藤一人さんとか、すごく好きな方がいらっしゃってですね、やっぱりね、いやーもう、Q さんと出会えてね、良かったです、とかですね、いや、もう大好きです、とか言うですね、まあ、これ十数年前の話なんですよね。で、いっぱいいらっしゃったわけですよ。でね、まあ、なんか大げさだな、っていうふうに思いながらも、別に悪いこと言ってるわけじゃないから、あ、そうなんですね、ありがとうございます、って形で、まあ、普通にね、フレンドリーに接してたわけですよ。で、ある日ですね、まあ3 3人ぐらいですね、そのお酒、四人ぐらいかな、お酒飲む機会があったわけですね。そしたらどうなんったらさ、本性出ちゃうんですよね、お酒飲むとね。まあよ,よくも悪くもですよ。やっぱり、ね、ず あと一人で喋ってるわけですよで延々と僕らの知らない人の悪口をですねずーっとうわけですねでそれに対してうん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 ってですねまぁ、あ、話聞いてたわけですけどもまあ、やむことがないわけですよでその後どうなったかったらさもうねまあちょっと言いにくいんですけどもやっぱりねいいことは全然来らないわけですねですのでまぁ、あ、お酒を飲んだりするとですね普段ありがとうございますとか言ってる人なんかでもまぁ、あ、本性出やすいわけですねですのでまぁ、あ、お酒はいいよ良くも悪くもですね自分の本性をむき出しにしますんでお酒飲んでヘラヘラ笑ってる人はですねすごくいいですよねだから僕多分そうだと思います 酒ででですすすねねねいつもないの話ばっかりするわけです、ね、で昨日もね、まあ、セミナーって、その後、今週に帰ったわけですけど、ね、もう、まあね、サントリーと言ってさ、こんな巨峰みたいなオリーブあるんですよ。でさ、もう普通来ないですか、オリーブってですね。もうこんな巨峰みたいですね。食べるじゃん。プリ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 ってするんですよ。で、オリーブが口に含まれた状態でですね、白ワインをして、ちょっと、お なるよね、これって。こういう生活またしたいよね、ってね。もう旅したらさ、まあお酒飲めない人も、それはそれでいいと思いますけども、やっぱりね、食とかさ、お酒とかさ、すごいいいですよね。だから早くね、コロナがもう完全になくなって、みんなで楽しいことしようぜ、イエーイみたいな感じでですね、昨日バーではずっと話してたわけなんですね。で、まあそうやって、もあヘラ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 言って話してるわけですよ。だから僕はまあ、自分で言うのはなんですけども、やっぱ本心ですね、お酒飲んでもええことしか言わないっていうね。いや、もし多少ね、 いうことありますよ。いや、ま、ちょっと、本当そうだよね、とからな。まあ、言わないことはないんだけども、それはやっぱ引きずらない。でも、そういう人はですね、言う人はですね、もう一旦唇を切ったらもう永遠と言うんですよ。もう勘弁してくれーって言ったことで、僕はもう申し訳ないけどね、まあ、そういう。 で、裏を当てるある人とかですね、まあ、要はその、すごくネガティブな人を、え、持っていてですね、まあ、スピリチュアルにあまりにもね、もう、ハマりすぎちゃって、自分自身を見よう、見直そうとしない、自制をしないような方とはですね、やっぱちょっとね、距離取るしかないなと思ってるわけですよ。というのはですね、やっぱりそういうのを聞くと、自分自身やっぱり、あの、魂がね、まあ、傷つけられるような気がするわけですね。別に差別主義ではもちろんないんだし、その人たちもすごく良くなってほしいと思うんだけども、やっぱり自分自身にも、ね、生活があるし、やっぱ人生があるわけでしょ。で、その人と命をかけてですね、良くするために、何回も何回もアプローチ ですね自分のリソースとかエネルギーの無駄なんですよ。だから申し訳ないですけども、まあ、この地球上いろんな人がいますよね。で、自分自身の生活とか人生すごく大切だし、自分の好きな人たちの人生やっぱりね、よくしていきたいと思うわけですよ。だから申し訳ないですけども、やっぱりね、それも自覚的であるということがね、非常に大切なんですね。だから今このね、動画を見ていて、ああ、そういう人いるな、と、もしかして自分もそうかな、と思ったらですね、ここでチャレンジしてほしいわけですよ。これから48時間、 悪口不平運は言わないってことです。ね。でもそう言うとですね。いや、でも悪口とか不平運とか言いたくなりますよね。ってね。言わなかったら本当、精神がおかしくなりそうですよ。っていう気持ちもめっちゃわかります。ね。めっちゃわかりますよ。ただね、ここでね、俺、ゴール的に思考をしてほしいわけ。で、悪口言っ で、誰得っていうことなんですよね。で、もしね、その悪口を言う対象の人でしょ例えばなんとかさんね。なんとかさんの悪口言ったらですね、なんとかさんが悪くなるかったら悪くならないんですよね。だから僕なんかでもそうだし、まあ YouTube やってる人ですね、情報発信してる人はですね、まあなかなかの形で,ですね、厄かみとかですね、批判とかを受けやすい対象になるわけですね。でそういった意味では僕自身もやっぱり2チャンネルになんかそういうね、ね、批判する。 スレッド立ってますけどね。まあ見つけましたね。もう読むことありませんね。スレッドの名前で見たらさ、なんかゼニーゲバダの何だって書かれてましたけどね。まあまあいいですいいです。まあ自由に書き込んでほしいと思いますけども、僕は読みませんから。でもね、そうやって、4体操になりやすい、えー、まあ、対象では、 あるわけなんですね。じゃあ、その人たちが書き込んだところでですよ、悪口言ったところで、俺に何のダメージがあるかったらさ、もうほぼほぼないですからね。いや、もちろん、そのね、スレッドを見てしまって、Q さんってこんな人なんだっていうふうに誤解してさ、えー、悪く思う人いるかもしんない。でも、それはそれやからね。それはそれですよ。それよりも、じゃあ、Q さんどんな人なんやろうと思って動画見てみて、それで素直に自分のね、その感性を信じてほしいわけですよ。で、この動画つまらんなと思っちゃったら、もうそれで閉じればいいだかな、話しね。でも、いや、意外と面白いじゃん。いや、むしろめっちゃおもろいんじゃないかと思って、チャンネル登録っていう人 そのまま素直に見て欲しいと思うわけですよでも時々ね、僕もももも変な風になににるることあるかららその時はもう素直にねチャンネル解除してもらってっ全然構いませんでも、ねまあ見ていて、自分の人生とか役に立つかもしれないし、いや、なんかほっこりするし、気が楽になるよねっていう人はですね、僕は一応、そういう情報をですね、これからもどん,どんどんどん続けていって、やっぱり見てる人が P 発になりのですね、えー、ことをやっていきたいんですよ。これもう本心からそう思うわけ。なぜそう思うかって言ったらさ、その方が俺楽しいんだよね。楽しいわけなんだよ、実際なし。じゃあ俺がさ、なんか人の悪口とかさ、なんかそういうことばっかり言うと、 言ってたらさそういうのが人好きな人はやっぱり見ると思いますよ。見ると思いますよ。じゃあ、そういうのが好きな人たちが、僕の歯止わっちゃってさ、ね。悪口ばっかり人たちと歯止わっちゃってさ。で、その人たち飲みに行ったら飲うなかったらさ、もうずーっとくー。 大波動の空間でしょね、もう、オリーブこんなんなんですよとか言ってもさ、ね、あんなんでも、単なるなりきん,ん金のさ、ぜひに言えばの話じゃないですか。何が白ワインとか飲んで,んでけどコンビニで飲んだらいいじゃないですか。樽を知るですよみたいなさ、そんなね、不平不満とか、ネガティブなことばっかり言うところに行ってもさ、楽しくないじゃないですか。だから、俺自身の、自分の利己的なね、 目的意識のためにもですよ。俺はいいことを言っていきたいし、P 発になっていきたい。そしたらその俺の動画にですね、ブラシーっとね、波動が合う人と俺は酒を飲みたいわけ。それでいい話をしていきたいっていうわけなんですね。で、ま、48時間以内にすげえほど怒るって話なんだけども、本当に48時間、ね、 悪口、不平不満言わないったらどうなるかってこと俺は検証実験してほしいなと、正直言って思います。まあそれで悪いことが起こったんであれば、まあそれはそれで別に僕の言うことなんか聞かなくていいわけですよ。だけど俺はもうこれ、外然性あると思いますよ。今から48時間、不平不満、悪口言わなかったら、どんな48時間後があるか、そしてこの48時間にありえないな素晴らしいことが起こるかっていうことが体感できると思います。その時に、ああ、Q さんが言ってることもね、結構本当の話だなと思ったらこれからの時 人生ですね。悪口、笛不満をつでなるべくね、もうゼロにはもちろんできない。ゼロにしないといけないっていうのは、そらストレスに逆になっちゃうから、でも、なるべく減らすということですね。で、なるべく減らしていくとさ、だんだんだん,だんいいことが起こるでしょやっぱり、あ,あ、じゃあもうこれやったらもう全然、やろうがいいよね、みたいなねタバコと同じで俺タバコ吸わないから、わかんないし、あの、タバコ吸う人批判するわけじゃないんだけれども、ね。あの、まあ、あ吸ってる人いるじゃないですかで。どんどん減らしていくわけでしょ。で、減らしていったら、経済的にも、ま、少し浮くわけだし、ま、あ体も多分ね、調子良くなると思うわけですよ。あ、だったらこれゼロにしてもいいんじゃないみたいな。別に 1> 1日に1本で、決めめなななくくてててもゼロにににししたら良くないいいででですかっっうう思いになって完全に辞める人って言うわけでしょでそれと同じでさ、じゃあまあ、不平不満ね、確か言い方になることもあるし、ね、そういった状況もれだってあるわけよ。でもゼロにはならないかもしんない。でもそれをね、タバコを1日20本吸ってんの、1日2本とか1本に、まあ、減らしていくとさ、やっぱ体すっきりするね、あ、じゃあなんかもう、吸わなくてもよくないと、同じように、もう悪口言わなくてもよくないっていう風になったらですよ、これからの人生どうだと思いますかもう P 発以外にないですよ、ほんとね。もうね、 楽しいことしか起こらないし、自分が思ったことをどん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 ね、実現するわけです。そして、自分の周りもそういう人たちばっかりに固められますんで、ね、やっぱ酒飲んでもさ、白ワイン飲んでね、昨日もね、ワインボトル開けましたけどね、4人でパッパッパッ、ババババ、ワカワイ、久しぶり飲んだわけですよ。久しぶりだね、ここでワイン飲むのさ、<laughs> もう最高なんだけどね。で、そういう人たちと一緒に酒飲んで、いい話をずっとし続けるっていうことが、やっぱ俺の理想の人生なわけね。で、それ海外とかサントリーニ島とかさ、まあそういったアイスランドとかね、まあインドとかいろいろ好きなとこいっぱいあんだけどさ、そういう時に、まあ 縁のある人とですね、昨日会う人たちと言ってさ、で、何やろこれ、なやろ <laughs>、めっちゃ感動やんけ、めっちゃ泣けるやんけ、という人生を送っていくためには、俺自身もやっぱりこのピー発なね、発言繰り返していくし、それを読んで波長を合わせたさ、じゃあ私もね、48時間でます、もうゼロにしてよくないですか、っていうことで、いいことをどん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 起こすような人生をさ、やっぱり送っていきたいと思うわけですね。えー、というわけでね、もうね、本当にね、もう7月になりましたよね。いい季節ですよね。 はい。これからどん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 ね、暑くなるかもしれませんけども、やっぱりエネルギッシュな季節。俺一番好きなんだよね。この夏、初夏から夏、秋にかけてってめちゃくちゃ好きなんだよね。まあ、秋も好きだし、冬も好きだね。いや、春も好きだよね。<laughs> まあ、花粉症の季節はちょっとあれだけどさ、まあ、今年なかったし、まあ、沖縄によく行ってるんでね。あ、結局さ、一年ずっと好きなんだよ。<laughs> いい季節しかないわけね。人生もそうでした季節もいい季節しないわけですよ。まあ、そうやってね、すげえ。<laughs> いい、7月。そして、8月1日からね、何かガラッと変わるわけよ。でも、そのガラッと変わることを本当に体感できる人は、これからの1ヶ月間ですね。本当にこの48時間、悪いこと言わない悪口言わない平不も言わないってことですね。ちょっとでも実践してみて、それで自分で検証、実験してですね、やっぱりそうなんだなぁと思える人が、本当にハードルぐーッと上がる8月1日を迎えることができるわけなわけですよ、ね、というわけで、今日も48時間、そしてこれから1ヶ月ですね、ガン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 ね、テンション上げてさ、ピーハーに過ごしていこうじゃありませんか。<laughs> I don't understand!